最後はこちらのトレーラーをご覧ください。アクロバティックに宙を舞い、スタイリッシュに適応で、マイフレンドペドロに求められるもの、それはいかにエレガントに敵を倒すか。左右をいっぺんに狙わなきゃいけないんですか？ Don't think, feel。 考えるな、感じるんだ僕。スローモーションをうまく使いこなすのがポイント。華麗に敵を仕留め、アクションスターの気分でステージを駆け抜けろ。マイフレンドペドロは2019年6月配信です。